割と、まあ、小学校の先生でもそういうことあると思うんですけど、小、中、高、大学とかね、まあ、いわゆる教育機関の先生って、比較的こう、他の職業の方と比べると、若い人と接している時間が長いと思うんですよ。んつまり僕の場合には、2005年に大学教員になって、大学教員ってことは、 学生さんが18歳から22歳ぐらいの世代の人が多いわけで、で、その人たちとこう、なんていうのかな、自分は毎年一つずつ年を重ねてはいくが、その目の前にいる人たちは常にその世代の人が多いわけじゃないだから、まあ、あの若い世代の人と話すことが多くて、うん、まあ、逆に、 その他の世代の人と話すっていうのは会議とかを除けばないわけですよねっていう、まあ、かなり特殊、まあ、特殊言えば特殊な世界じゃないかと思うんですよでそういうこともあって個人的にはなるべくそういう若い世代の人のと話が通じるようにしておきたいなとは思うんですよただこれも、まあ、あの本人の意欲の問題であったりとか興味関心の問題であったりとかねすると思うんです だから僕は、えー、とお笑い好きなのでお笑いに関しては今の若い世代の皆さんと同じぐらいの同じような話ができる自信があるしなんなら今の大学生よりもお笑いに関しては僕は詳しい自信があるんですよだけどこれはなんか僕の持論なんですけどなんか人が持っている興味関心ってみんなそれぞれの100 ってい箱100%っていう箱があってその100%をどういう風に割り当てるかっていうか比率の問題だと思うんですよねだから僕の場合にはまあそうねお笑いに対する比率が圧倒的に高くてそれ以外の芸能ニュースに関する関心って限りなくゼロに近いと思うんですよでそれはこの間我が家でこういう話があってなんかねあのこの歌知ってるって って聞かれたんですよ家族からほんで、ああ、なんか、この、この、このメロディー聞いたことあるなと思ったんですけども、知らなかったのまあ、つまり、その歌手というか、アーティスト名が誰であり、そしてその歌、曲名が誰であるか知らなかったで、答えを聞いたら、答えさっき、あの答え聞いたら、<laughs> 答え聞いたらっていうか、昨日答えを聞いたんだけど、すぐ忘れたので、さっき、あの家族に教えてもらいましたけど、その時問題になっていたアーティストはゴールデンボンバーらしいのよ。 いやもうあの本当にあのこのゴールデンボンバーのご本人にも申し訳ないしそのこのこ何視聴者の皆さんとかにも申し訳ないんですけどあの本当に申し訳ないんですけど存じ上げないんですよ。で、あの試しにどれぐらい僕が今の音楽に今の、まあ、流行っている音楽のことを知ってるかっていうのを、ね、調べたんですよ。 でこれはジョイサウンドっていうカラオケ屋さんがありますけれども、カラオケ屋さんが2023年度ジョイサウンドカラオケ上半期ランキングっていうのを今公開していて、そのランキングの中に出ている人たちをどれくらい知ってるかっていうことなんですけど、まずね、あの、1位の人、あの、読めなかったのよ。これ、あのー、最初ね、ボンディ ヴォンディって読みそうになって、これ要するにあのフランス語の発音規則的には非常に迷うところで、ヴァンディかな、ヴォンディかなって読み,読みそうなりの、読みそうなやつで、これわかりますヴァンディって読むらしいんだけど、いやー、初めて聞きました。ほんで、まあ総合ランキングがあって、その中でね、見たことあるなってら4位のアド。で、このアドもね、アドを認識したの結構最近で、僕ね、 これ、ネタじゃないんですけど、アドとあのちゃんの区別がつかなかったの。<laughs> だから、あのアノちゃんって多分あれでしょあの、バラエティとかによく出てくる、あの、ちょっと、声が独特の人だと思うんですよ。あの、あの、あの声が本当に素の声かどうかは別にして、なんか独特の声の独特のキャラでしょうと思うんですよね。多分、バラエティかなんかで、ちょっとあ、あることがきっかけで有名になった人だと思うんですけども。で、アドに関しては、この間、紅白で見たんですよね。 んで、あ、あ、この人をアドっていうんだ、みたいな。こういう見せ方を、見せ方って要するに見せないじゃない顔を多分。僕は理解してる人が正しければね。そのす姿を見せない人じゃないだから、あ、あのちゃんとは違うみたいな感じの認識をしましたわ。あとは、カナリアっていう人知らないですね。カナリアっていうお笑い芸人知ってますコンビしてます解散しちゃいましたけど。むしろそっち行っちゃうな。ポルノグラフィティ知ってますアイミオンもね、 ちょっと自信ないですね。オフィシャルヒゲ男ダンディズムって読むの。まあ、名前は聞いたことはあるけれど、ちょっと、まあ、ヒゲっていうワードに反応するだけでちょっとわかんないですね。ヨネズ・原ンとかね。あ、聞いたことあります。シーナリンも知ってます。いやー、歌田ヒカル知ってます。スピッツ知ってます。あとね、エメって読むの、これ。エメってちょっとね、フランス語教員的にはちょっと気になるな中島みゆき、人とよワンズ。 うん、なるほど。でね、もう一つこのページで気になったのは、総合ランキング以外にあるあるランキングが、アーティストランキング、まあまあわかりますよ。アニメ特撮ゲームランキング、まあまあわかりますよ。ボーカロイドランキング、これがまずさ、そういうジャンルがあるんだっていうことに驚いて、ああまあでもそうかと。ネット発、アーティスト楽曲ランキング、まあまあなるほど、そういうのもあるのかと。 東方系ランキングってあってさ、東方系ランキングって何みたいな。なんからその下にある、だから、あの、歌手名とかアーティスト名見ても、1位からこれ何位まで ?20 位までありますけれど、1個も知らないです。読めないですい。1位から読めないです。これあの、調べてないから適当に読むよ。アルストロエメリアレコーズっていうのわからんわ。本当にわからん。 知らんわーっていう、あの、チャランポン富美男のネタじゃないよ。チャランポン富美男知らないか。演歌歌謡曲ランキング。まあ、1位石川さゆりって言われて、ああ、まあ、津軽海峡冬景色だよね。まあ、そらそうだよね。みたいな感じはします天あ、ま木えとかね。テレサセンとか、吉行くぞとか、まあ、美空ひげばりとかね。なるほど、なるほど。洋楽ランキングってあって、K-POP 韓国曲ランキングってあるから、あれ、東方系って何なん,なんみたいな。っていうことですよね。いや、だからちょっとね、 音楽に関しては僕はものすごい疎いですね。どうなんでしょう昔はさ、昔はっていうのは、80年代とか90年代ってさ、どっかに遊びに行くっていう時とか、あるいは飲み会とかで飲んだ後カラオケに行くっていうのが割と定番だったので、 まあそれなりに当時の、えー、カラオケ屋さんで歌える曲の中でいくつかは歌えるだけの何て言うのネタを持っておこうと思って練習もしましたけれども今まカラオケもずっと行ってないものいつから行ってないかないつから行ってないかな下手すると今世紀に入って行ってないのではあそんなことねえかあそんなことねえかでも下手するとそれぐらいかもしれないですね もし僕の記憶が正しければ、一番最後に言ったのは、<laughs> これ、どこに言っていいかなあるとこに書いてあるから言っていいかなえー、っと、多分ね、八日のカラオケ屋なんですよ。で、八日のカラオケ屋に誰と行ったかっていうと、僕と、えー、っとね、この人どうやって言えばいいかなまあ、とにかく僕が、高校の教員をやっていた時代の話で、 つまり大学級になる前だから2004年度以前ね。に、高校の教員をやってた時代に、その学校にいた ALT の外国人の先生と、その学校に非常勤で来ていた中国語の先生のんあ、中国語の先生おったかないたと思うけど。その3人で行ったんですよね。それが多分最後じゃないかな。ほんで、なんかね、その ALT の外国人の先生が、 ものすごい日本のアニメオタクなんで、アニメと、あとヘビメタ好きかなんかでね、なんかね、X ジャパンとか歌っちゃうラルク・アン・シエルとか、あの、歌ってた気がするんだんあの、ネイティブの先生なんだけど、すごい上手い日本語で歌ってたの記憶があるななんかそういう感じですけど、しかしこれ、まあ最初の方の話に戻ると、正直この歌系には興味関心がないので、 ちょっとこれを頑張ってっていうのもちょっとあれかなあまり自分的によっしゃやるぞにはならないかなだけどこれはえっ、ー、と僕のゼミってなぜかうちの大学にあるお笑いサークルのあお笑いサークルの部長が入ってくることが多くて まああの、うちの学科で部長が出た場合、その部長が僕のゼミに入る確率で100%に近いんですよ。100%だと思うんですよ。これ多分、多分うちの学科の中で一番お笑い好きだと思われてるからだと思うんですけどね。それをが、それは学生の中でも多分有名な話なので、お笑いサークルの人はうちのゼミに来やすいんですよ。まああの、お笑いを研究してもいいことになってるんだよ。 そのお笑いを研究するって、例えば、すごいざ脱線していってるけど、お笑いを研究するってどういうことかっていうと、例えば、漫才の場合にボケとツッコミがあって、このツッコミがどういう役割を果たしてるかっていうね、このツッコミと違うツッコミしたときにお笑いに変化があるかとか、世界各国のお笑いはどういうふうに違うかと、例えばマイク1本で喋るような話芸もあるわけで、それと日本の漫才はどう違うかとかね、そういうのを言語学的に考えるんですよ。まあ、そういうこともありなんで、まあ、お笑い好きが、 まあ、うちのゼミ入ってきやすいってあるんですけど、まあ、それは置いといて、まあ、そうっすね、その、お笑いサークルの人たちが、よく言うのは、うちの学科の、うちの大学の学生って、なんかね、あんまりお笑いに興味がない人が多いらしいのよ。なんかね、お笑いサークル不毛の地って言われてるらしくて、なんでかなって思うんですけれども、なんか、 まあちょっと個人的にはね、もう少しお笑い好きが増えてくれると嬉しいなと思いますけれども、歌は正直そんなにないかな興味関心が今んとこないかなと思いますけれども、うーん。まあまあ、あの、そうね。まあ、この先今よりも歌が流行る時代が来たら、少し歌の勉強もしないといけないかもしれないですけれども、まあ今のところちょっと僕の今の、えー、現代における、 J-POP と限らんか、この音楽の音楽に関する知識はこの程度の乏しいものですってことですね。申し訳ないです。ほんじゃ